はい、みなさんこんにちは、こんばんは、ふふやです。今回はこのミキプルーンモッドってやつ使ってウィザー倒せるか検証していきたいと思います。このミキプルーンっていうのはこういう食べ物で、これね、これまあ実際にある食べ物です。で、それを使って、そう、なんか武器になってんだよね、これ。しかも結構強いし、プルーンブレードなんて攻撃力7だし、まあいろんな戦い方があって、これはもう普通に強いし、これなんて食べれるしソードが食べられるんだよね、おかしいよね。で、プルーン棒ってやつはこうやってこのプルーンを使うことで、ほら2発で倒したの、やばいでしょ。これもこれは何回も連射系です。で、この金のプルーンはあの金リンゴみたいな感じです。もうミキプルーンもは即時回復、まあ、金リンゴとはちょっと違うな、治癒のポーションみたいな感じのやつです。それでウィザーを出していきたいと思います。いや、まだ出さない方がいいな。よっしゃ、あ、やべ一段高い。いやね、俺はね勝ちたいんだよね、勝てる勝てないじゃなくて勝ちたいんだよね。確か前 TNT 一番これ倒せなかったから、まあ今回はガチリに行きたいと思います。よいしょ、やばいやばいやばいで、ダイヤ装備でいきます。今回はね、楽しく行きたいな。邪魔だ邪魔だ邪魔だ。おあのね、これはね1個しか使わないけど攻撃力が高い。こっちだウィザー、はいはい、当たっちゃった。もう避けられない。はっ、これ強くね、これ強くね待って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 、はぁ、待って待って待って楽しい、めっちゃ楽しい、あ、やばいごめんこれはごめんこれは圧倒的勝利だね。え、待って防具の意味、もうこれ裸で勝てるわいや余裕だねいや待って、こんな重装備していく必要なかったじゃん、ほらいいミキプルモット強すぎ。マジでもうミキプルモットがガチで強いっていうことが分かりました。まあこのモットやりたい方は URL 貼っとくんで、ぜひやってみてください。まあ、今度はね、もうちょっと強いやつと戦っていこうかなって思います。それではご視聴ありがとうございました。次回も動画見てください。あと、チャンネル登録者様にありがとうございました。それじゃ、じゃな。あ、祝ってるらしい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方は、この機会にぜひ登録していってください。登録するとより動画が見やすくなります。スマホやタブレットで見ている方は、画面右下にあるチャンネル登録というボタンを押せば登録ができます。パソコンの方は、画面左下の登録ボタンを押せば登録ができます。それでは、また次回も見てください。